今日は原田さんの仕事よりも大切な。趣味のお話です。どうぞ。私もヤマハ音楽スクールに50歳から10何年通ったんですよ。50歳からドラムを始められたんですか？私は15歳からドラムをやったんですけど、ずっとビッグバンドのジャズをやってたんです。であるイベントでカシオペアのドラムをやらされたんですよ。カシオペアって何ですか？カシオペアってあの有名な？ フュージョンバンドですよ。四十歳以上の人はみんな知ってます。アップルのあるイベントでオープニングでカシオペアのプロのバンドを呼んで、そのドラムを私がやらされたんですよ。ジャズっていうのはフォービートですけど、カシオペアっていうのは十六ビートなんですよ。で演奏してたらベースのある方がナルセさんって言うんですけど、サビのところでハナさん、そこはさ、そこがねサビでね右のキックトンストン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 って入れるんです。 これがやってたら母さんそれ4つで踏んでって言われたんですよ。とンツトントンこれ簡単でしょめっちゃ屈辱的だった16ビートの裏でちゃんと菊が入ってないから4つで踏んでって言われたんだそれでよしって言ってヤマハ音楽スクールに行き始めてそっから高校生とずーっと一緒に練習して でも原田さん、十五歳からドラムは始められてましたよね。吹奏楽、交響楽団。うん、もうティーパーニーもやって、で社会人になってビッグバンドずってやって。あ、大学の時はモダンジャズ。いや、それで。山本音楽スクール行き始めたんです。おいくつの時ですか。五十歳。高校生と一緒にやってました。手数で有名なプロに習ったんですよ。菅沼公造さんっていうね。超有名な方に。うん その方がね毎週木曜日のレッスンに行くと原、はあ、さん社長で忙しいのによく来れるねって言われたんです、うん、社長だから来れるんですよって言ったんだけど <laughs>、うん、その時の会社はどこですか50歳の時はアップル54歳からマクドナルド。というのはね私言いたいことは忙しいっていうのはありえないんですよで社長が忙しくて会えないっていうのが一番まずいいつでも会えると思うのもまずいだ一緒にはアポの依頼が来た時は 勝手に忙しいですとか勝手に今空いてますよとか一切言うなとその判断は私がやるから全部持ってこいとで原さんは忙しくてなかなか会えないっていう認知は絶対に尽くないようにしろというのを徹底してやってました時間の使い方ってね大事なものから入れるってことですよ私は仕事よりも自分の趣味が一番大事だからいやまあ音楽スクール入れてトライアスロンやるときはトライアスロンのスケジュール入れてで合わせて仕事のスケジュール入れるんですからテンパりませんか テンパるっていうと重要な会議とか社長としてのお仕事をこなさなければならないですよね。いやーそんなんでテンパってたら仕事できるんでしょ。社長業ってのはそんなもんですマルチタスクはできないため、ね、複数の仕事をこう並行して。だってね毎日、まあ、社長業って何やってるかっつうともう入れ替わり立ちわりいろんな会議行ったりいろんな相談決済事項来るでしょ。テレビコマーシャルのチェックしたりたりり金勘定やっ もう人事の話いったり、もう頭切りかなきゃいけないですよ。次回はグローバル企業の社長はお金持ちなのか。原田さんに聞いてみました。オッケー。